吉崎隆は、元 TBS プロデューサー、TBS ビジョン取締役。TBS 在籍時は、情報制作局情報センター長、剣道センター所属の制作チーフプロデューサー、2008年3月14日から2009年11月3日、までは TBS 編成制作本部副本部長、TBS テレビ編成局長、2009年11月4日から、 社長しつつけ局長、2010年5月12日から、情報政策局長、2012年4月1日より7月29日までは、執行役員政策局長を務めた。病気療養のため、政策局長の職は7月30日付で、政策担当常務の申告一郎が引き継ぎ、2014年3月31日まで、執行役員政策局付となった。 2014年4月1日からの休養期間中は制作局担当局長となり2016年3月末で TBS を定年退職した長男はインディーズバンドグッドワープのボーカル吉崎拓也文化通信コムホカ7月31日付の記事より2012年9月20日付で制作局長は石川茂が引き継いだスポーツ局長は 水田隆明が引き継いだ。根本、未央オフィシャルブログハット TBS ビジョン役員回線の、お知らせ TBSHD 役員人事に関する、お知らせ連合通信2013年7月1日付、TBSHD 役員人事に関する、お知らせ人事、TBS テレビ、日本経済新聞2014年4月2日18時2分配信、吉崎さんを送る会。ありがとうございます。